こんにちは、山本道場の誠司です。はい、こんにちは、山本道場の千里です。はい、私から挨拶をするということは、もう私からの提案でございます。おー、はい、初ですね、はい、2022年スタートしたら噛んでますよね。間違いなく噛んでますよね。私はあなたのさっき噛みましたから、ね、はい。実はね、はい、この間越木選手のシリーズからもそうですけども、うん、いやもう全然ね、2人ともスイングが変わってきた、うん、変わってきたよね。変わってきました。まああなたもちょっと打ちにくいけれども、もうこういうのからやっぱり小さくした方がいいんじゃないかと、うん、その気持ちはいつもいいんねん、うん、でもこっちの上手い人ら全員ちっさない。あれなんなん、どうやったらああなってんの。ちっさいわ、柔らかいわ、力がいらんわ、お前らなんやねんっていう。こいつら、こいつら言ったらあかんわ。いや絶対上手いなって境目がありますよね。ある。あ、まあ絶対上手いわって言ったら、こうやってこうやって綺麗に回転してる人で、うん、上手いぞ。おれなんかな、すごい、なんかもうどうせだったらそうなんのってめっちゃ思う。なんかいらんものを取ろうとしてるんでしょうね。そうやろな。だってうまいジュニアでも小さいもん。なんかもうタイガーみたいな、うん、タイガーの子供ですかみたいな、ま、感じやんな、風貌とかな。なのでね、うん、まあ、そういう影響もあって、うん、千里選手もやっぱだん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 小さい方がいいわって、うん、強固に思っていたと思います。思ってましたね。でトップも私どうやったら小さくなるんやろっていうことをちょっとやってますもんね。でも元からさ、うん、そんなにあのちっちゃい、もうマジで歴代ちっちゃいねん、多分ちっちゃい時から、うん、そんな大きいスイングになったことないねん、うんうんうん、で多分教え的には多分こっちで座ってんねん、言ったらな、うん、そうですね、私がギャリー・エルヴィン先生の弟子ですから。そう、ただやっぱなんかこうできへんだけで飛ばしたいと思う。そう、やっぱこうなってまうんですよ、うん、そう、それがね、うん、神髄に、神髄っていう、だからもう練習ですよ。そうだから、まあ、思い切って小さいスイングでいくんだっていうことをしないと、うん、まあ、ダメなわけですよ。根本をさ変えたよな。もうだってちょっとさ大きく振ったら飛ぶかなって思っちゃうもん、未だに。そういうのを今も頑張って佐藤選手もやって変わってきてるんで、うんうん、ね、ちょっとそれをね、はい、改めて説明しながら、うん、ちょっと千里選手のその思ってる、あ、こうやってるとかっていうのをね、ちょっとこうフィードバックしてもらうとおー、危なかったな。皆さんにも参考になるかと思います、はい、そして、はい、ね、ここがどうなってるか、ね、やりますか、これもちょっと猫手ね、はいはい、チェックしたいと思います、はい、それでいきましょう。うん、しちゃきましたよ。これはね、あなたの場合はもうほんまにあの青みたいに膝が伸びすぎてるんですよ。もっとこうね。でね、ものすごいこっちの人ターンを気にしてます。わかる。この体を回転することじゃなくて、きれいにターンさせる、まあ我々で言うとニャーズルズルですね、うんうんうん、ニャーズルズルができるとどんな斜面も打てるんですよ。わかる、うんうん、ものすごい大事です、うんうん、だからそこなんです。だから先にその形を作っとこうっていうのがギャリー選手やろ、うん、だから私はあのその形を先に作りたい派やねん。だからそのためにも膝をもうちょっと曲げ、腰ももうちょっと曲げ、右肘も軽く、腰も曲げてこう、ああ、ここ、普通に、はい、はい、腰をぐっと入れる、膝ももっと曲げる、はい、そうすると膝が伸びなければ体も伸びない、はい、うん、なるほど、はい、ゆっくり上げてください。ストップ。そう、この腹直筋も正面に向いたままで、この左膝もぐっともう曲げる、そう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 、そう、落とす。ほんならここをしっかり落としたら、はい、トップを上げていってください。急に上がりにくい、長い、オッケー、上がりにくい
今笑わんかったら絶対で、もうダフってもいいです。はい、はい、行きましょう。そう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 。これうまく打ってやろうとすると絶対ダメですよね。上から下に脱力でドンのターン。そう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 。もうね、イメージで言うと、もう私とあなたの回ですからね。イメージで言うと、はい、上げてください。ヘッドがグッと上がるでしょ。あなたはもうここからボールに向けてじゃなくて、もう思い切ってドーンと、はい、降りてきたっていう時に、私がこっからヘッドが降りてきた、ドーン、その降りてきた瞬間にドーンとこっちからついて、まあ、はいはいはい、そんな感じです。なるほどね。このバーンとヘッドが向こう行くのはね、もう物理の力で。ちゃんとじゃあやってな、こっちから。いや無理です、そんな。何かよ。あ、いいね。そう。おお。それは今もう、それは下半身のこういう力。はいはい、まあ、一つはもう魚突きドリルのね、あの下半身の使い方で、本来だったら上から下にドーンと降りてたものが、はい、急に力が方向転換してセーフですよ。なるほどね。自分で言っちゃダメです。そう、ダフティダフティ。でもさ、これ今の確かにちょっとダフったけど、いや今ね打ち込んでるだけでダフってないです。問題ないやんな、別にな、全く問題ない。じゃあダフったけどって言うな、うん、ストップ。そうですね。で、感覚ですけど、ここはあまり締め付けない。こう、こうしてやったら、もう見て、これだけで左肩向こう行っても、ちょっとここをね、直そうって思って、ちょっと今ちょっと引いて、あ、さあ行きましょう。あ、くぐっちゃった。はい、どんどん行きましょう。ちっちゃい？今からチェックします。お、めちゃくちゃちっちゃい。どう？格好はいい？格好はもうあなたが望んだ通りですよ。ガチ？はい、マジで言ってる、はい、これもう最高やったで今。え、嘘やろ。ノー。え、ない、くしゃ、思う上かもな。やろ、やってんねん、ちゃんと。え、しかも一個だけっていい、これやった時鳴った瞬間いや、なんか自慢聞きたくないんですよ。なんかできたからって言って。違うね、はい、あのごめんやけど、うん、こっちの人の褒めて伸ばす能力すごいからな。すごいですね。もうダフって、うん、もう死んでも、うん、もう全然悪くない。でもこれあなたの牢屋行きですよね。そんなんしてきたことないな、こっちでな、はい、おかしいやろ、はい、あ、鼻まで一緒。はい、警察行き。
あ、もしもし、はい、今暴力振るわれてます。あ、それ英語ではなかったそれ何せっかくさ、いい会やのに。わぁ、どう？ OK。 いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お